師匠、今日5月23日が何の日か知ってますか？いきなりだな。誰かの誕生日だったか？いいえ、違います。今日はキスの日です。キスの日？なんだそれは。なんでも日本で最初にキスシーンがある映画が公開された日だそうで。はあ、お前の話は途方もないことが多いが、これまた随分と我々の時代背景を無視した発言だな。いいじゃないですか、たまにはこういうことがあっても。よかろう、たまには乗ってやろう。それで？あ、いやね、記念日になっちゃうぐらい当時の日本人にはキスシーンが衝撃的だったってのが興味深いなと。ずいぶんウブなことだ。そりゃ師匠からしてみたら誰も彼もが何も知らないウブでしょうよ。お前はどうなんだ？はい？キスをどう思っている？そうですね、ここのところ艶めいたことにはとんとご縁がなく。しずく、この恩知らずな野暮天の口に唐辛子入り接着剤でも塗ってやれ。はい、綾様、準備しておきます。なんでそうなるんですか？散々むさぼっておいてとんとご縁がないとか言うからだ。いやいやいや、だって師匠とのは医療行為でしょ。確かに The Kiss of Life を訳すと心肺蘇生になるしな。まさに私と師匠にぴったりの言葉ですね。ちなみに The Kiss of Death は命取りになるものという意味だ。キス一つで物騒ですね。ともあれ、次の医療行為には少々本気を出すとしよう。それって The Kiss of Death ですよね。さて、どちらに取るかはお前次第だよ。